マーキュリー・アトラス4号は、マーキュリー計画で行われた無人の宇宙飛行である。1961年9月13日14時9分、アトック、フロリダ州ケープカナベラルの14番複合発射施設から打ち上げられた。船内には搭乗員模擬実験機器が搭載されており、地球を一周した。船内の登場陰謀義実験機器当時 NASA では、 アトラスロケットの不守備な成績に不満が高まっていた。この時点までに行われた4回のマーキュリー・アトラスの飛行のうち MA-1 と MA-3 の2回は完全な失敗だった。また残る2回のウチビック上1号は部分的な成功であり完全に成功したと思われる MA-2 でも燃料の陽動という問題が発生していた。アトラスは 無人の飛行計画でもうまく機能せず、1959年から60年にかけて行われた同系統のアトラスエーブルロケットを使用した3回の月探査衛星の発射もすべて失敗に終わった。空軍もまた1960年にアトラスアジェナロケットによるマイデス早期警戒衛星やセイモス、写真偵察衛星の軌道投入に失敗するなど、 軍事関係の発射で問題を経験していた。1961年9月の MA-4 の飛行のほんの数日前、セイモス衛星を搭載したアトラスアジェナは、バンデンバーグ空軍基地の発射台に逆戻りして、落下し大爆発を起こしたし、アトラス ICBM の発射試験も同様に繰り返し失敗していた。これらの問題は、NASA とアトラスの製作担当企業である。 コンベア社との間に一連の対立を引き起こしていた。1961年8月の終わりまでにアトラスによる宇宙機の発射は計14回あった。スコア、ビッグ上1号、アトラスエーブルによる3機の飛行、ミダス1から3号、セーモス1.2号、マーキュリーアトラス1から3号、レインジャー1号のうち8回は完全な失敗、1回は 部分的な失敗であり、成功率は30%だった。コンベア社はアトラスによる宇宙機発射の失敗の多くは、アトラス自体よりも、上段ロケットや搭載物の欠陥によるものだと主張し、またそれは正しかった。ビッグ、超と MA-3 だけは、ロケットの故障が直接の原因であると断定できたが、前社は、 マーキュリー計画の目的の大部分を達成不可能にさせるほどのものではなかった。いずれにしてもアトラスは信頼性からはほど遠く、アメリカの他の宇宙計画で使用されたソロケットの発射記録はアトラスよりもわずかに良かった。アトラスとマーキュリー宇宙船の準備には一連の遅れが生じていた。原因は MA-3 の飛行後にロケットには 大幅な改善が必要とされることが明らかになったからである。アトラス 88D ロケットは6月30日の時点まで工場での出荷前検査を受けておらず、ケープへの発送は7月15日まで待たなければならなかった。またこの飛行の宇宙船は予定では9号を使用することになっていたのだが、その代わりに MA-3 で回収された8号宇宙船を補修して、 再使用することになった。8号は窓が小さく着水バッグを搭載していない頑丈なハッチの密閉機構を持った旧式タイプの最後の機体だった。また、アトラスとマーキュリー双方に使用されていた銘柄のトランジスターはハンダ玉を形成しやすい傾向にあることが明らかになったため、8月の最後の週のすべては研究所でその修理をするために費やされ、 さらなる遅れが生じた。8月には、ソ連の宇宙飛行士ゲルマン・チトフが、ボストーク2号で1日間の宇宙飛行を達成し、ニキータ・フルシチョフ首相が飛行後の演説の中で、我々は、ガガーリンとチトフを宇宙に送り、今や、地球上の、いかなる地点にも、核兵器を送ることができる。と宣言したことにより、アメリカでは、衝撃と不振が湧き起こり、一部では、 強行が発生した。この飛行は、マーキュリー追跡網の軌道試験を行うためのものであり、またマーキュリー計画で地球周回飛行試験に成功したのは、これが初めてのことであった。搭載されていたものは、環境制御を試験するための飛行しもぎ装置、通信追跡網を検査するための二つの音声記録テープ、 生命維持装置、3台のカメラ、騒音、振動、放射線のレベルを監視するための機器などであった。MA-3 では、カトデン圧によりプログラム発生装置に異常が発生したことが疑われたため、コンベア車はエンジンがこれに対応できるような機能を自動操縦装置に装備した。したがって、これを検査することもまた飛行の目的だった。発射は、 極めて順調に行われ、外角を厚く改良されたアトラスは、最大度圧点を耐えた。宇宙船の性能も、また良好だったが、軌道上での酸素の使用量が過剰であることに、若干の懸念があった。だが、地上管制官はこれは大した問題ではないと、判断し、また、酸素の供給は少なくとも、軌道を発収するのに、十分なものであった。 耐熱板を前面に向けるために、軌道上で宇宙船を反転させる作業には、通常は20秒かかるはずが50秒も要し、予想よりも困難なものであることが実証された。遠隔操作の信号が瞬間的に途絶えたことで2機の噴射機が不具合を起こし、飛行中数回にわたり、姿勢がわずかに不安定になることがあった。宇宙船は地球を一周し、 大気検査突入は発射から1時間28分後に行われた。着水点は大西洋上バミューダ諸島の東方2 8 3トルで着水から1時間22分後に5 4 7トル離れたところにいた駆逐艦リケーターが宇宙船を回収した。機体には発射か軌道上にいた時かあるいは再突入の際に受けたわずかな損傷があったが 状態は良好だった。飛行後の検証により、酸素量を調整するハンドルが発射時の振動で移動して、バルブが開かれていたことが明らかになり、これが原因で酸素が宇宙空間に漏れ出した。この量は遠隔測定の警告を作動させるほどのものではなかったが、船内の酸素の警告灯を点灯させた。ハンドルはより動きにくいものに設計を改められた。 ロケットから切り離された後に宇宙船の姿勢が変動した問題は、ピッチ制御のジャイロの開回,回路の結果であることが明らかになった。MA-4 が直面した最大の問題は、発射後5秒から20秒までの間に発生した高いレベルの好ましからざる振動で、このためアトラスの自動操縦装置には若干の修正が加えられた。だが有人宇宙飛行センター長官の ロバート・ギルルースは、ロケットは、今や人間を登場させられるだけの水準に達し、乗員は、飛行に耐えられるだろうと自信を表した。MA-4 はそのすべての飛行の目的を、成功裏に達成した。アトラス LV-3V ロケットは、マーキュリー宇宙船を軌道に投入するだけの能力があり、宇宙船とそのシステムは完璧に自律的に作動する、ことを実証した。また、 地球の写真を撮影することにも成功した。しかしながら NASA は安全上の理由及び若干の設計上の変更を加えるため、マーキュリー・アトラスの組み合わせで有人飛行を行う前にもう1回の無人試験を計画した。この記事にはアメリカ合衆国政府の著作物であるアメリカ航空宇宙局のウェブサイトもしくは文書本文を含む。ありがとうございます。